はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドルへのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間足ボリンジャーバンド一目金公表上昇と連動進行中、ストキャスティックス、回信内が点灯ということで、2時間足ベース、底堅く推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 2、はい、次間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21本、移動平均線上昇しております。2次間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。2二次間市ストキャスティックスは上がりづらいですけど、買いシグナルが点灯しております。はい、こちら2次間足の一目均衡表です。形状から言いますと上昇トレンドの形状ということです。 はい。それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい。サポートラインは90円ちょうどレベル、90円ちょうどレベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは91円ちょうどレベル、91円ちょうどレベルと考えております。 はい、本日、ロンドン市場の予想レンジ、90円ちょうどレベルか91円ちょうどレベル、90円ちょうどレベルか91円ちょうどレベルということです。はい、ポイント、RBA 議事用紙、利上げ再開期待5ドル買いということで、はい、本日、アジア時間に公表されました RBA 議事用紙なんですけども、はい、4月の会合でも利上げを検討したほか、今後の理事会で金融政策を引き締める必要が、 ある可能性を明確にすることが重要と、今後の利上げの可能性も示唆したということで、えー、結果の公表を受けまして、5ドル買いということです。はい、そんな中、2時間足ボリンジャーバンド一目金、好表上昇と連動進行中、ストーキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、オーストラリアドル円本日、ロンドン市場におきまして、チャート形状的には底堅く推移と考えております。オーストラリアドル円本日、ロンドン市場におきまして、チャート形状的には底堅く推移と考えております。 はい、右のワナーのチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をして、キャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と、新規取引1回1万通貨1 6と以上で、チームハロンズ、えー、視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。はい、さらに取引量に応じて最大30万円、合わせて30万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願い。 いたします本日は以上となります。